沢健さん、森口俊樹さんです。拍手でお迎えください。さあ、何人の審判の方にご登場いただきました。もうすでに試合をする格好になっていただいてますが、今日はよろしくお願いします。皆さん緊張していらっしゃいますか？大緊張です大緊張しているという方、少し前に出ていただきまして、ぜひファンの皆さんにちょっと顔を見せていただければと思います。ちなみに3人来ていただきましたが、この楽天イーグルスの審判トークショー初めてという方はいらっしゃいますか？あ、岩下さんと森口さん初めて、はい、星澤さんは2回目ですね。そうですね、3回目。3回目。あ、じゃあもうベテランですね。どんな形で行くのかもなんとなく。まあでも強豪ですから、3年連続3回目ということで、すごい強豪校ですね、もうこれは。はい、じゃあちょっと小石沢さんにも楽しませていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、それでは早速講習会を始めていきたいんですが、今日初めてトークショー講習会見るという方もいらっしゃると思いますので、例年と同じ質問をですね、ちょっと聞いていきたいと思います。まずは審判員の皆さん、今日こうして来ていただいているわけなんですが、審判員ってどうやったらなれるんでしょうか？じゃあ岩下さん、はい、そうですね、僕は、僕の時は裏口入学だったんですけど、裏口入学、彼らは、はい、もう今年12月で6回目になるんですけど、はい、アンパイアスクールというものを、毎年1週間、埼玉のロッテ浦和球場でやりまして、はい、そこで、まあ、彼らは有望だったので、こうやって NBB のユニフォームを着て、今審判をやっているという。もうあれですね、たくさんいる候補者の中から勝ち抜いた精鋭がここに立っているということでしょうか？はい、そういうことになります、はい。で、まあ、ぜひ皆さんも今日、こうやって講習聞いたきっかけとして、まあ、将来ロッテ浦和に来ていただければ、審判一緒に仕事できるかもしれませんので、ぜひ、興味を持っていただけたらなと思います。はい、今日見ているちびっ子の中にも審判員目指すちびっ子出てくるかもしれませんので、ぜひかっこいい姿も見せていただきたいと思います。ちなみに小石田さんの審判 の、 その学校っていうのはどんなことを習うんでしょうか？そうですね、実技から審判の基礎ですね、ストライク、ボール、アウト、セーフの判定の形、審判二人制の勉強をするんですけど、普通の野球の試合は4人でやりますけど、2人制でどこまで野球の審判ができるかっていう勉強をしていきます。で、夜は座学でルールの勉強もします。テストも行います。実技、授業、テスト、それを1週間、勝ち抜いた人が審判になることができます。朝から晩まで勉強するということなんですね。そうですね、はい。じゃ、本当に大変な中皆さん勝ち残ってきたということなんですが、審判員になられて森口さん今年から、はい、ということですが、そうですね、はい、ここまで審判のやりがいとかをちょっと聞きたいんですけども、はい、やりがいは、毎日感じてます。やっぱり1年目です。どんな部分で、はい、若さ前面に生かしてですね、球場を駆け走るという、その毎試合毎試合がですね、このプロ野球審判員になったなっていうふうにやりがいを感じています。やりがいを感じている、はい、岩下さんちょっと笑ってましたが、岩下さんから見て森口さんはどうでしょうか？そうですね、1年目とは思えないぐらい、しっかりしてやってると思います。監督ありますしね、はい、体も大きいですし、ね、はい、彼1年目なんですけど、もう47歳に、はい、47歳、24歳です。24歳、はい、ひっくり返した年齢になっちゃってますね、はい、はい、若さでこれからもアピールしていただきたいと思います。さあ、そして審判員といえば、まあ、アウト、セーフ、そしてストライク、ボールとかを判定するんですけれども、いろいろこう野球ってルールがすごく複雑だと思うんですけれども、もちろん皆さんはもうルール全部網羅しているんでしょうか？もうその辺はもうスペシャリストなので、もう全部頭の中に入ってます。はい、ですね、はい、僕ら野球規則というルールブックのもとに、試合をやるんですけど、これが、はい、
ルール毎年、ルールブックが、僕ら、1年ごと改正されて、はい、変わっていくので、これを毎年1年間、頭の中に叩き込んで、勉強してます。で、頭の中に入ってるだけでは、もうその瞬間その瞬間で起きた時に、判定できないと意味がないので、はい、頭の中に入っているだけではなく、それを瞬時に、判断してどのルールを、適用するかということを常に、やっています。で、ですね、ちなみにじゃあちゃんと、これが頭に入っているかどうか、僕から、まず森口君に、はい、質問してみたいと思います。はい、走塁妨害という、ルールが、あるんですけども、はい、オブストラクション、はい、その項は、このルールブックのどこに書いてあるんですか。はい、そうですね、 6.01H という項目、 6.01 の H に、はい、走塁妨害、オブストラクションについて書いてある。はい、果たして合っているんでしょうか。合っているんでしょうか。ファイナルアンサーです。チェックいたします。はい、正解です。ありがとうございます。もう一個、小石くん、僕もですか。心の準備はよろしいでしょうか。よろしいです。ボークの子、お願いします。ボークの子、ボークも 6.02A ですね。 0.02 の A、 ファイナルアンサーでよろしいですか。ファイナルアンサーです。ファイナルアンサーでは、チェックお願いします。正解です。正解です。ありがとうございます。すごいですね。ページ数というか場所も皆さんきっちりと把握していらっしゃるんですね。記憶力と判断力がすごく審判員にとっては大事になってくる。そうですね、はい、判断力、記憶力常に、持ってグラウンドに立っております。はい、素晴らしい。皆さんが試合を進行手伝ってくださっているということになります。さあ、それでは実際にちょっと細かい部分講習会を始めていきたいと思うんですが、まず単純にですね、いつも気になっていることが私ありまして、1軍の試合は審判さん4人4審制で行われるじゃないですか。だけどこうイースタンリーグ、特に仙台なんかは3人3審制、今日も3お三方ですけれども3審制で行われますが、4審制と3審制のこう大きな違い、大変な部分とかがあったら教えていただきたいんですけれども、小石澤さん、簡単に言いますと、やはり人数が少ないので動きが大変です。4人、例えば1軍の試合で4人だと打球がセンターに飛びました。その打球を2塁審判が追いますよね。そしたら2塁ベースが空いてしまいます。もし2塁だとかになった時に誰が見るかというと、今度3塁審判が、全力疾走で2塁に上がってきます。そこで判定をします。でもし3塁打になるんだったら3塁が今度空いてしまいますよね。そしたら球審が今度上がってきて三塁をカバーします。でもし投球がそれたりして本塁を狙ってくるって言ったらホームが空くんで、今度一塁が、仕事が終わった一塁がホームのカバー。これが4人です。それでも大変なのに3人ってことは、3人でまたそれを違うフォーメーション、全ての塁をカバーしなきゃいけないので、またそれも大変な、より大変な動きになっています。はい、審判さんってこう3人で動くとき、4人で動くときもそうですけども、皆さんなんかこう一定の距離をこう空けながら動いているような、全員がこう一緒に動くようなイメージがあるんですが、なんかそういう決まりってあるんでしょうか。森口さん、はい、そうですね、審判員のメカニックスというのがありまして、基本的にはその動きに基づいて、我々審判員は動いています。例えばライトの打球だったらこう動くとか、センターの打球だったらこう動くとか、内野ゴロだったらこう動くとかっていうのを、我々審判員はそういうのをしっかり覚えてですね、基本の動作を身につけています。たまに球審の方がこうやったりしているのを見るんですが、これは何の合図を出しているんですか。ですね、基本的にサインを送るのは4人制だけなんです。4人制の時、はい、まあ、三塁塁審が起点となって動いた時の走者がいる場合に、サインを出して、球審が三塁に上がるのか、もしくは、ステイして本塁のプレーは僕が見るよっていうのを、4人全員に意思を、はい、あ、じゃあこれはステイです、はい、ここにいるよのこの合図ですね。
あ、じゃあ皆さんもなんか日常生活で使えるかもしれない。ここにいるよ、やってみてください。ここに、はい、ありがとうございます。はい、審判員のね、こうジェスチャーなんかもちょっとこれから皆さんに覚えていただいて取り入れていただきたいと思うんですが、ちょっと動きのあることをやりたいんですけれども、まずはじゃあちょっと塁審についてこの後講習をしていきたいと思うんですが、はい、塁審の動き、まあ、アウト、セーフのコールなんですが、こうフォーメーションとかって言いますか、講習をちょっと教えていただきたいんですが、はい、ですね、まず、基本的に、アウトの形とセーフの形を、今日ちょっと簡単に覚えてもらえたらなと思いますので、ちょっとやってもらいたいと思います。まず、審判は、フォースプレーを見るときに立ったままでは判定しません。必ず、ハンズオンニー、ハンズオンニーというのは、膝に手がある状態をハンズオンニーと言います。膝に手、はい、はい、この形を保つことで、目線がぶれたりしないように、しています。あ、いいですよ、ちびっこがやってくださっています。皆さんもね、ぜひ立っていただいて、審判員の姿勢を立っている方もぜひね、やってみてください。膝に手を当てる、はい、そこから、プレーが、起きた時に、体を起こしながら手を握手の形をそのまま上げていって、斜め45度、この辺に、壁があると思ってそこを強く叩くイメージで、拳を作って、He's out、 He's out、はい、彼はアウトです。僕らはもう一度流れで、はいはい、やっていきましょう。でこの時に皆さん、あの指は絶対に立てないようにしてください。これ結構、皆さんこう立ててるイメージあると思うんですけど、たまにいらっしゃいますね、はい、こうアウトは、はい、指は立てません。グーで壁を叩くように、握手の形で壁を叩く。そうです、これだけ覚えてれば、はい、もう審判上級者なんで、いけますね、はい、指は絶対に立てない、はい。じゃあちょっと森口さんにお手本やっていただいて、みんなでちょっと繰り返してやってみましょう。お願いします。ヘイダウン。じゃあ皆さんも行きましょう、せーの、ヒーザウン。ちゃんと壁叩きました皆さん、はい、はい、いいね、彼ちょうど今いいです左手でやってくれてたんだけど、実はこの人も左利きなんです。で、野球の審判というのは絶対、左手ではジャッジしません。なので、必ず右手でやってます。彼もそのために毎日鏡を見て、5キロの鉄アレを右手に持って、皆さんにかっこいい、分かりやすいキレのあるジャッジをするために毎日頑張ってます。なので、右手でやるというのもぜひ覚えてください。右手でキレッキレにコールするということがポイントですね。はい、ありがとうございます。では続いてちょっと球審の方に行きたいなと思うんですけれども、はい、球審のこうコールなんていうのはやっぱり心配の皆さん、はい、球審のコールも、形としてはストライクの時は、先ほどのアウトと同じ形になります。球審の声すごいですね、大きいですね。これやっぱり発声練習とかってしない？します、ね、します、ですね、結構、やるとしたら家で大きい声出すと他のお家に迷惑かかるんで、はい、僕らよく夜な夜な枕に顔を押し当ててですね、あーってやってます。なんかストレス溜まった方の解消法みたいですけども、それで練習しているという方ですね、はい、以前のトークショーでこうストライクのコール、見逃し三振の時のコールはこう年数によってやり方が変わるんだなっていうのを聞いたことがあるんですけれども、森口さんはちょっとオーソドックスな、はい、そうですね、まだ1年目ですので、はい、オーソドックスな
形をやってるんですけども、はい、あの小石沢先輩、岩下先輩は、はい、5年目と8年目ということで、はい、すごくかっこいいですね。すごくかっこいい、はい、ちょっとじゃあコールであったり、はい、三振のですね、見逃し三振のコールとかもやってらっしゃるので、はい、ぜひやっていただきましょう、はい、お願いします。小石沢さん、じゃあまずお願いします。はい、はい、お願いします。ストイヤー、おー、後ろに引く形なんですね。ぜひ皆さんも真似してみてください。後ろに引く形、はい、では大鳥岩下さん、お願いします。はい、かっこいいですね。かっこいいですね。これ迫力ありますね。岩下さんも一軍でやられていらっしゃいますもんね。ちょっとだけです。はい、じゃ皆さんぜひ一軍でも注目していただければと思います。今日ちょっとベースも用意していただいたんですが、お時間がちょっと来てしまいましたので、ちょっと少しだけ使えますか、ベース。せっかくですので ね、はい、ストライクゾーンの判定のお話の部分で。ストライクゾーン、ベースを使う講習をですね。はい、まあ、ストライクゾーンの話ちょっと簡単に、僕の女性のストライクゾーンはですね、まあ、どちらかというと、はい、あの可愛いより綺麗系が好きなんですけど、はい、年齢で言うと、あ、ちょっと、まあ、ちょっと時間がないんで、ちょっと、まあ、巻いていただいて、すいません、本題に入ると広めということですか。はい、はい、ですね、ストライクゾーンは基本的に、低めが膝頭から、高めは、肩と、ベルトの間になります。で、もちろんコースはですね、ベースの上、少しでもベースをかすれば、ストライク。このベースの、幅、ボール何個入るかというと、一応6個で、ベースをかすったらストライクということで、全部で約8個分の、ストライクがあります。なのでプロのピッチャーというのは、そこを本当に、通す力があるというのを、知っていただけると、また皆さんも、楽しく、野球が見れるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、ちょっとそのまま小石沢さん立っていただきまして、最後に皆さんで球審の練習をして終わりにしたいと思います。なので小石沢さん、またちょっと見逃し三振もですね、コールをしていただきまして、その後ぜひ皆さんも思い思いのコールをちょっとしていただきまして、講習会終了とさせていただきます。あ、右バッター、はい、さあそれでは行きましょう。はい、さあそれでは皆さんもせーの、ストライク、元気でありがとうはい、ありがとうございました。では最後にですね、皆さんから一言ずつちょっと頂戴したいと思います。ぜひ審判員を目指している方、また父兄の方で審判をする機会がある方に向けてメッセージをお願いします。僕ら普段こうやってマイクを握るというと、試合中あんまりいいことがないので、結構ですね、あのマイクは苦手なんですけど、今日、こうやって足元も悪い中、僕ら、こうやってやらせていただく中、ちゃんとうまくできたとは思えないんですけど、まあ、ちょっとでも、審判に興味を持っていただけたらなと思います。これから、僕らにも、注目していただけると、ありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。女性のストライクゾーン広めの岩下さんでした。ありがとうございます。では小石沢さん、お願いします。はい、今日話聞いてくださってありがとうございました。今日からですね、野球と審判ともう一つ楽しみを増やして野球見ていただけたら、また何か違った野球観戦できるかなと思いますので、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。審判トークショー、ベテランの小石沢さん、強豪校ですね。はい、ありがとうございます。では森口さん、お願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。
そうですね、今シーズンもう終わりますが、これから先もずっとですね、野球場に来た際は、選手のみならず、審判員の方も注目して、あの時言ったこういう動きしてるなとかを思い出していただけたら嬉しいと思います。この中から先ほどもおっしゃいましたが、ロッテ浦和球場に来てアンパイアスクールを受けてくださる方が出てくるとさらに嬉しく思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。はい、森口さんの背中を追いかけて審判員が出ることを願いましょう。ありがとうございました。今一度3人の方に皆さん大きな拍手をお願いいたします。